そうですね、喉を温めていかないと最初の第一声が大事だと思うんで、カー君たぶん今リッキー入れちゃって三浦君に行っちゃいます。下です、下バトルより本命ジャンプ
南條、あれやばかったわ。武道館、武道館のステージやばかった。やばー、まあ、もう今まで全然違う。これ上手ちなみに判定方法なんちょ、いや、やっぱやばい、やばかったな。武道館のステージ。なんちょ、何もなら帰ろうか。はい、最悪、お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。じゃあ、帰ります。大阪へ帰ります。いやね、もう、これ時給に換算するとやばいっす。いや、やばい。怒られるやつ、ドアが閉まります。いや、でも、景色はやっぱすごかったね。じゃあ帰ります。はい、っていうわけで、NG ヘッド初の、武道館ドキュメンタリー、密着ドキュメンタリー、いかがだったでしょうか。ですね、結局、ステージにマイクを持たずに上がって、ドヤ顔をして降りるっていうだけの仕事でした。はい、まあバトルサミットね、ほんまにもうすごかったです。スタイルバトル、ここまで来たんかっていうね感じでもう見せつけられましたけど、ほんまにね、決勝なんかはもう何て言うんですか、フリースタイルガチでね、フリースタイルだけでこうのし上がってきた2人の決勝っていうね、もう素晴らしい形で見どころも満載でね、もうジブさんなんてもう途中、いやマジこれジブさん優勝しちゃまうやんって、してまうやん言うたらおかしいけどね、なんとかもうめちゃくちゃ興奮したし、もう盛りだくさんの内容でございました。はい、バトルサミット皆さんお疲れ様でございました。で、まあ今回はそうやってマイク持たずに上がって降りるっていうだけの仕事だったんですが、近々ですね、ちゃんと武道館でマイク持ってちょっとパフォーマンスやらせてもらう機会がちょっとあるんでですね、今後の、NG8 の動向も、皆さんチェックしておいてもらえたらなと思います。バトルサミットはまたちょっとやりましょう。振り返りをね、出てないお前が何を言うねんって感じやけど、やっぱりね、レゲエ勢ほんまめっちゃ良かった、頑張ったからね、ジャンボとかチェホンとかコーネットとかは、もうそんなんみんなで喋れたらめっちゃいいですね。まあそんなんもやれたらいいなと思っておりますので、まあ今回はこんなところですかね。まあそういうことも比較しつつやりたいと思います。では今回はこの辺で NTV さようなら皆さん。